今日はご来店いただきましてありがとうございます。本日、昨日から東京の方来ています、はい、福井県から来ました安永と言います、はい、ガチガチ専門の認定セラピストで11月1日から、はいはいはい、福井県の大井町の方で、はい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 、ガチガチ専門の大井店っていうのを、はい、あ、そうなんですよね、オーナーさんですよね。だからもうすごい YouTube で見てまして、本当にもう憧れてて、はい、今日ありがとうございます。東京来たらこの機会逃したらもう行けないと思って、はい、もう予約取らせてもらってすごい嬉しいです。 ありがとうございます。そう言っていただけると私も嬉しいです。はい、どうして、どういったところがお辛いんでしょうか。慣れないパソコン業務をずっと、そのブログ書いたりとか、そう、はい、アメブロも今までしたことがなかったので、これを機に始めたはいいんですけど、はい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 、それもなかなか大変だったりとかで、慣れないことをずっとしているので、はい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 、なんかもう首から肩から、もともと肩こりとか腰痛持ちなんですけど、はいはい、さらにちょっと、右側が上がってますね。骨盤も上がってて、足もちょっと右のがなんか短い。結構、そうですね。結構だいぶ何箇所か。そうです、ここが1番目で2、3、4って結構4回ぐらい並々に左右に、はい、蛇行が背骨がしてますね。そうですね、ちょっと、特選の前に少し、これきつくないでしょうかね。大丈夫です。上がりが結構強いので、右の側面伸ばさせていただきます。硬いですね。痛いですか？大丈夫ですか？だいぶ弾力が落ちてますね。いかないですね。これこっちまでつくんですけど、本当はベッドの方に全然下がんないですね。腰痛めちゃったりとか今までないですか？それはあります。あ、あります。うん、いつ頃？一人目産んでから、はい、ちょっと動けなくなった時期。ああ、なるほど。それからちょっとたびたび、はい、安静入院とかをしたことはあるんですけど、あ、はいはいはい、はい、特に手術も何もせず、騙し騙し。なるほどなるほど。ああ、実はその騙し騙しがちょっと背骨の蛇行につながってるかもしれないですね。はい、なんか1回2回じゃなさそうなんですよ ね、 そうですね、はい、結構ちょっと複雑な感じでグネグネしちゃってるので、ちょっとね伸びにくいですね。これは結構なかなかあれですよね、その辺に行っても全然変わらないんじゃないですか。そうですね、そういう感じの頑固そうなというか根が深そうな。右の方が張り出してるんですよね。個人
横に。こっち側がスーッと行くんですけど、はい、こっち側は行かないんですよね。ここが張り出しが強いので、全然違うんですよ。ここは力を入れていかないと、外に滑らせていかないと、まっすぐ降りないですよね、引っかかりが強くて。こっちの感じと全然違いますよね。はい、うん、でこの右の直骨を引っ込めたいんですね。で、さっき側面伸ばそうとした時に全然伸びてこなかったので、はい、ちょっとまた別のやり方をさせていただきます。大胆にアプローチします。痛くないですかね。大丈夫。開きますね。でこっちが行きづらいですよね。ちょっと股関節がこう回っちゃってるんですよね、こっち側にね。しんどそうですね。いただきます。痛くないですか？はい、妊娠中からあったんですか？産んでからですね。産んでから強く出たんですね。消えちゃうことないです。消えちゃう、消えちゃう。投稿する前に、うん、なんかでその保存してない記事が消えちゃうみたいな、うん、あ、今のところないですか？今のところないです。本当ですか？私、はい、何回もそれやってて、せっかく書いたのにっていう、あの投稿がうまくいきませんでしたみたいなやつとか、なんかで別のやつをしちゃって、うん、戻ったらもうまっさらみたいな。あ、なんか写真を貼ろうとして写真のとこに行ったら戻れなくなったとか。あ、まあ、そういうやつですね、うん、まあ今これでここ揃ったんですよ。で、ここも揃ってて、でここが違いますね、はい、さっきここがすごい張り出してたんですけど、うん、今あの左右差がない状態ですね、
辛い、痛い、ね、この辺だったら大丈夫ですか、うん、なるべくやっぱりあの逆の体勢を 取るようにしたいんですね、うん、なのでやっぱり前に出しちゃってるので後ろに引いてくるっていうことが有効なんですね、うん、辛いですかね。大丈夫。ギリですかね。はい。あ、でも気持ちいいです。はい。こっちがわーっていきますよね。うん、そうですね。やったやったはやるんできますね。